女をはべらかしている男は許せん。芝居いてくれ、一気。こんなのが代表でいいのかちょっと、人間的に問題ありだけど。どうすするるかを理解することによって位置をいやでも一気強いなぁ、これ。 はいどうも、アニメリアクターの在前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは、落第騎士のキャバルリー第4話見ていこうと思います。はい、というわけで始まりました。クラシックリアクションシリーズ、えー、アンケート部門ということで、えー、落第騎士のキャバルリー見ているわけなんですけれども、いやー、いいですね。なかなかこう、なんか汚染士な描写がね、多くてですね、まあ、かなり男性陣はドキドキせざるを得ないんじゃないかみたいな感じで、僕もね、どうリアクションを取ったら正解なのかわからず、汗汗してしまっている現状ではあるんですけど、 いやななかなかセンシティブですねまあ戦闘もかなり熱いんですけれどもねやっぱりこの汚染士な描写まあ、なんかウォーリア的なこの描写がすごい気になってしまうわけですけれどもまあ、今回ね一輝くんの戦闘が多分見れるんじゃないかなということでまあ、公式戦だよね言ってしまうと。 なんだっけなんか、七政権部祭の代表になるためになんか他の人と戦っていく必要があって、で、今回多分その前回の優勝者かなんかわかんないけど、なんか学校の代表になった桐原くんと戦っていくみたいな感じなので、まあどうやってね、息が立ち向かっていくのか、注目していきたいと思います。それでは見ていきましょう。よーい。スタート。さ 代表選抜戦、ケ、OK、ーおー、ステラヘビータンクあ、甲冑あ、それ言ってたね。一気くんが。すごいな。デバイスは結局何なんだろうね。まだコメントを見てない状態でやってるんですけど。3話の。 わあおお、幻想形態。かなり強いなんか、興奮してないかん熱かもう熱で、かっちの中が温まっちゃったのかなかわいい、好きです。さあ、落第騎士4。A ランク騎士。 おーやっぱり優秀なキャラが多いびっくりしたおっでっけでっけなかなかこのカメラワークがねっとりしてるよな <laughs> さあ新聞部お 僕、違いがよくわからん。けど。あらあらあら、ゴシップに詳しいんですかあらあら、なんか、噂好きな二人。重なり合ってしまったんじゃないでしょうか。さて、研究してるっぽいなあこれ、桐原くんか。イメージしてるわけで、勝てるビジョンが見えないのか 逃げたって言われてたけどなぁ。見えないところからいたぶる。迷彩そうだね。それがすごいみたいな。おぼろずき。 えー、でもそれも立派な戦術じゃないああもう全体をそうかあうん狩人そうねおいチキンやろうビビんなよ。 うん、そうだろうね。タマン性能が高いから、それがゆえにね、一騎くんもまともに取り合ってくれないと勝てないよな。おマジでおごることなし。 オッオッケー,オッケーなんかさ、徐々にそう、なんかこう、二人のなんかお互いのスペースをなんか受け入れ合ってるのがいいよね。ワーオ。貶められたのか、昔。あはいはい。アリス。何えうんうん。なんだ あーふっかけられたのか流血沙汰を起こさせようとしてるのか誘われてるえな何何何 デバイスの持ち出しちゃダメじゃないのうん。そうだよね。受けるしかなかったのか。そうか、問題になった時必ず桐原くんにつくもんな、学園側は。うん。 そうねうわお愚直にただ磨くだけみたいなうん。 なんか、目的は違えどどこかやっぱり、自己犠牲というかさ、自分を痛めつけることに抵抗がないよな。うん。そうだよね。まひってるよね。うん。 痛みから逃げていいのに。うん、理解してうん、慣れすぎてるよね、確かに。さあ。そうか、穏やかな、人間ができている理由っていうのはもう多分、そこら辺が壊れちゃってるんだろうな。 だからこそこういう風うに、穏やかであり鈍感な部分も出てしまっている。さあ。もうノータイム。お誰だ幻想形態。誰 ねねえ、かわいっいてか、すごいセクシーな。トップリーグ。あ、講師なのこの人。 く <laughs> ーちゃんおう解説とかやってくれるんだ。ははは抜け出したのか。なんかあれみたいなもんなんだろうな。あの、ワールドワールドトリガーの、あの、ランク戦みたいな感じなんだな。 幻想形態ってことは怪我しないんだろ多分。ちょっとよくわかんないけど。<laughs> 集中しきれるのか特に因縁の相手っぽいけど。乱されすぎないでほしいな。 気負いすぎちゃダメだよ、ほんとに。なんだなんだ、なんだ、なんだプレッシャーなんだ、このプレッシャーは。 相当嫌な相手なんだろうな。だから、まひってるだけで痛みは覚えてるわけだから、体が若干やっぱりそこら辺で拒否反応が出てるわけだな。こいつを憎いと思う気持ちとかもすごいいっぱい溜まってはいるんだと思うんだよね。おー。ワーストワンと <laughs> すいません。 さあ、もう圧倒的に悪い顔をしている。女をはべらかしている男は許せん。しばいてくれ、一気。一気もまあ、はべらかしていると言っても過言ではないんだけど、特にアリスと仲がいいし。今回もって、さあ、おぼろずき。 でもこんだけ開けたフィールドだとさそういう認識障害って効かないんじゃないの ?Let's go a h e a d g o a head. クラスメイトだったんだ。お <laughs> 何あははは、なにあそんなそんなフィールド展開するの次回交換じゃん、こら。お気配を感じてる。そうか。撃たれてる、ど、どっから撃たれてるかが見えれば。 そうか。スナイパーを見切るみたいなところか。でも、そんぐらい対抗してるよな。対策してると思うんだけど、桐原くんは。ああ、悪い顔してる。 一特定ぐらい対策してそうだけどな。あ、矢が見えないはっきり貫いてる。成長してるのか。 でも、矢の角度でなんとなく分かったりとか。そうか、でももう分かった瞬間には移動してるんだろうな。やばいな、これ。おわそうね。確かに。展開される前にやっちゃえばよかったんじゃないの できないああプレッシャー,シャー珍しく気負ってる。 そうか。やれることをやるだけだみたいな感じだったのに。痛み。今まで感じることのなかった痛みだった。 おい、戦ったことあるのかお前らは、一気と。大半が一気より弱くないかこの子たちは。笑ってる子たち。おいおい、階級主義すぎるぞ、こいつら。<laughs> おいおい。 そうだなぁ。ちょっと、これはちょっとよろしくないなぁ。ああおぉこれ、これもう、こんなのが代表でいいのかちょっと、人間的に問題ありだけど。<laughs> あの、人間的に問題があります。あの、すいません。あの、人として破綻してる。 そ、これが正常ですそうだ魂からの叫びさあ目覚める ほら、感じてくれてるぞ。ステラが。心の悲鳴を。OK。あ,のあ,あ、痛い。けど、目が覚めました。頼むぜ。 一つだけ出し切る一応死んじゃん心臓だ避けた掴んだ 心臓じゃない。もう彼の思考は手のひらの中。オッケー。 見つけたはブレイドスティールああ。どうするかを理解することによって、位置を。 どこにいてももうわかるんだ。桐原くんならどこにいるか。逃げてももう思考が見られてる。おお投げるだけで じゃんけんで決めようって言った今。そうだな。グーに対してもチョキで勝てます。ギリギリで止めよう、ギリギリで。想像の何倍も小物やってんな。鼻先が削れた。 鼻先、伸びた鼻柱をぶった切ってやったぜ。いえいえいえ。いや、でもこれは完全に <laughs>、一気くんじゃないと無理だなあそこまで完全に見えない相手と戦うのは。思い出せたね。出し切りすぎたな、でも。IPS。 なるほど、なるほど。でも、やっぱり、桐原くんってきっと多分、かませだから、これ消うのがまだ何人かいるんだろう、きっと。ステラもそうだし、雫もめちゃくちゃ強いだろうし。あら、心配しているけど。今だけは譲ってあげます。 アリス、いいキャラしてるなぁ。ははははは。<laughs> なんかもう、関係性が出来上がってないか、ステラと一騎完全にカップルとして成立している気がする。 おあらそんなそうなんですかそうなんですかそうなんです分かってないあらずるいわそういう。 コミュニケーション取りたいでしょあなたも。好きな人と。唇と頬でした。そういう変わったコミュニケーションもありなんじゃないかなと僕は思っているんですけれども、皆さんもいかがでしょうかあら、勘違いしないでよ。あら。あら。 チリン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 。あらー、あらーあー。いやー。どこまでいける。どこまでもいける。おー。まあ、でも、なんか。 この二人に関しては、非常に天井が高いからな。まだまだ強くなる感じはある。いや、でも一気強いなーこれ。いや、でも、これ級のがガンガンいるってなるとやばいなーいやー飛んだ小物だったなぁ、霧原くん。強いかなーとも思ったけど、割と小物でしたね。さあこの、とんでもないエンディング <laughs>。 とんでもなすぎるエンディング。いやでもさ、やっぱりさ、これ身内と戦うとこも見たいよなやっぱりこう、アリスもそうだし、なんかやっぱりそれぞれに対して、こう、メタというか解決を持っているのが一気くんの特殊能力ではあるわけだよね。パーフェクトビジョンって言ってさ、相手の思考を読み切って、相手だったらどうするかなっていうので、まあ半ば未来を見ているような状態ではあるわけじゃん。そうなった時にどう動くかなんだよなぁ。まあ、まだまだいるしな気になる子は。 うーん難しいところではあるけど。なんか、何かんやっぱり一緒にルームメイトになってこう生活をしてるだけあって、やっぱりステラと一気くんのこの関係性の進み方はえぐいな。って。だからこのエンディングはちょっとさすがにいかがなものかと思うんですけど、どうなんだろうね。あははは何度見ても慣れない気がします。工女の体験。OK? どういうことそれ、としょ、ちょたい、なんでもないです。 はい、というわけで見終わったわけなんですけれども、いやー強いな、一輝くんはでも。いやでもさ、これどうなんだろうね。なんかやっぱり天井がどこまでなのかわからないけど、なんかさ、これに負けるっていうのもなんとも言えないところであるよな、桐原くん。絶対対対策は取ってくるはずだと思うんだよね。やっぱり成長して、このなんだっけ、インビジブル。あの、この全て矢も消える状態になったわけだけど、それまではだって矢が消えなかったわけだろだから矢の角度とかを見ればなんとなくわかる。まあ本当にスナイパーの位置を特定するみたいな技術。 があればうまいことねこう立ち回れるはずだったんだけどそれができない奴らが多かったってことどっちなんだろうねそれをうまく隠すのが上手だったのかっていうところではあるわけですよね うん。やっぱり一気くんクラスにならないとそこまでたどり着かないのかないや、難しいところではあるわけですよね。こう見てると。うん。いや、でもどうなのこれ。でも微妙なとこだよな桐原くんのこの格付けがよくわからんところではあるわけですよ。なんかこれだけ見ると、なんか強かったのっていうところである。特に去年の時点でそんな強かったんっていうのは、やっぱり思うところではあるんだけど、でもどうなんだろうな去年の段階では多分一気くんとやり合えば全然ガチガチに戦えたんだろうけど、 今回かかなり強かったわけだよねうーん本当に一輝くんがだからあのパーフェクトビジョンができたからこそまあうまいこと立ち回れただけであってもしステラと戦うあでもそうか範囲攻撃には弱いって言ってたか。 ああ、よく代表になれたな。あの、なんか詰められても全然戦えるレベルの、この実力者ではあったのかなっていう風には思ったんだけど、そんなこともなく圧倒的に一気くんにボコボコにされてたから、いや、これはどういうことやらっていう、なんか、よくあそこまで弱点だらけで <laughs>、あそこまで生きったなっていうのはあるんだけど、いや、いいですね。こう、なんかやっぱり、 今まで多分プレッシャーのかかる場面っていうのはなかったわけだよね、今まで。やっぱりこうみんな自分を見てなかったわけじゃないですか、一気くん視点だと。やっぱり自分を見てないからこそ自分はやりたいことをやるだけで、やれることをやるだけでこうやってどん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 検査を重ねていく。誰の視線を気にすることもなかったはずなのに、初めてこう公式戦に出ることによって、視線を意識するようになるわけじゃん。みんなに認めてもらいたい、認めさせたいっていう、その周りの目を意識し始めたとたん心臓がぐって変わっていくっていうのは、なんかどこかリアルな感じはあるよね。やっぱり こう練習の段階ではさやっぱり誰にも見られてないからこそ別に失敗もできるしなんか自由にもやれるし伸び伸びできるけどやっぱりこう誰かの目線をこう気にした瞬間に体がこわばってうまくいかないっていうのはなんかこう。 割と結構珍しいというか、なんかこう、アリスも言ってたけど、人の痛みに、痛みに慣れすぎてるっていうのもあるっていうか、聞いたことのない痛みに、何感じたことのない痛みに対してすごい苦しみだったり、なんか違和感を覚えていたりとか、なんか、どこかやっぱりリアルな部分というかね、なんかこう、人間としてのリアルな部分をついてきてるなっていう感じがするよね。うん、なんか一気くんですごい超越者なようで、しっかり人間なんだなっていうのを感じれて、今回は特に良かったかなっていうふうに思います。そうなんだよね、多分。こう、いろいろと差別されすぎて、 だからやっぱり気にしなくなっちゃってるわけでだから小物がどんなに煽ってこようと別に怒ることはないしっていうところでうんただその痛みっていうものを聞いてあげるこうステラがいることによってこうやっぱり自分の中で感じたことのなかった感情がぐってこう奮起されて戦っていけるようになる割といいコンビなんじゃないかなっていうふうに思うよねステラと一輝はねうんなんか本当に天才と盆栽っていうくくりにはいるけどまあ 結論的に才能を言えば、やっぱりどっちも天才の部類には入るんだけど、やっぱり育ち方が真逆だった分、すごい相性がいいのかなっていう風にも思いますね。はい。というわけで今回はこんな感じで終わろうと思います。以上、落第騎士のキャバルリー第4話でした。バイバイ。